江戸小話ケチの親子ケチの親子が歩いておりまして親父の方が足を滑らせまして川へ落ちてしまいました泳げませんので溺れておりますせがれの方は助けたいんですがこれも泳ぎを知りません通りすがりの人にせがれ すいませんおやじがあそこでおぼれているんですけどたすけてくれませんか男はあたすけないことはありませんけどたすけたらいくらくれますせがれえー、おかねとるんですかじゃあ200もんだしますよ。男たった200もんですか 三百も出しなさいよ。せがれ。いや、今、親父の相場は安いんだ。二百もでお願いしますよ。男。親父の相場なんてのがあるわけない。三百も出しなさいよ。でと、親父が川の中から。親父。せがれ、二百もで頑張れー。 三百出すなら、潜っちまう。